炭素一人用人狼の RTA、ハッチもあるよ。今回は先駆者様と同じで開始からエンドまでの速度を競うよ。セーブはあり。ステージ1からステージ7は流れ作業。こんなところで失敗するやつはおらんやろ。右上ではステージ数と村メイト選定、右下では飛行の推移を説明しているよ。何分にも RTA なので解説の表示が短い箇所があります。ご了承ください。ステージ4は地味にノーミス編成、油断していると負けます。ここ占い指定をミスってます。幸先が思いやられる。このステージから霊能が入ります。カミングアウト状況は2-3、占い師1人は対抗に黒とよろしくない展開。試しに霊能者を処刑してみる。対抗が噛まれたことで湯船破綻、直樹も状況的に破綻しています。あとは流れ作業なのに迷うピカクロス。チェルシー破綻、この破綻は典型的なので覚えておくと楽です。ピーナットからのノリと黒で終了。タツオが新確定、この後直樹が霊能カミングアウト。占いかグレイの2択ですが、黒だし占いは噛まれることが多いのでグレイ処刑で襲撃を見ます。なんか迷ってますが、チェルシー襲撃でピオラット黒確定、そして直樹の湯船白でノリと黒確定。順に釣って終了。序盤の鬼門です。ここで失敗したら大体再走してます。今回は運よく初手で狼側が全員破綻していました。直樹を処刑して自由に占わせます。迷っている様子からわかるように、ピカクロスは全員破綻の事実に気づいていません。初手のチェルシー破綻はここで気づきます。グダグダ感がありますね。このステージから狩人が入ります。湯船が霊能、チェルシーとタツオが狩人カミングアウトしたことで、ピオラットの村人が確定、直樹が破綻です。タツオが襲撃されてチェルシーが破綻です。チェルシーが状況的に破綻してますが、ピカクロスは気づかず直樹にカミングアウトさせてます。湯船が噛まれたことで、占い師全員ローラーで終了。だとしてもタツオから処刑はないです。さすがにちょっと手際が悪いので、再走すべきなのでは。さあこの村もノーミス編成です。と言いましたが、チェルシー破綻で余裕ゲーになりました。基本的に守って占って終了です。次の村から狂人が入ります。ここからが本格的に難しいですよ。占い師3人、霊能2人の3に進行。占い師から処刑します。ぶっちゃけランダムに近いですが、判定の出方から湯船狂人が怖いので湯船処刑です。ピオラット襲撃からタツオを処刑します。基本的に漂白神とかはないので、素直にピオラット死んでいいでしょう。ピオラット死んでの進行を取り、チェルシー処刑。この辺りの占い師カミングアウトのみの状況とかはかなり難しいです。状況的に破綻した者はいません。パターンの組み合わせが少ないところから処刑します。ピオラットかノリトですね。PP 発生しないという憶測も込めて、ピオラット処刑。ノリト死んなら本物の占い師はピオラットのみ。ならば人狼は湯船を襲撃する理由がありません。クレイジーストーカーは若菜登場。個人的には好きなキャラです。非常に迷ってますが、グレイか占い師の2択です。占い師の方が判断材料は多いかなと思います。今回は組み合わせが一番少ない直樹処刑にしてみました。占い先は若菜、グレイの2択ならどっちでもいいかと。まさかの若菜確定黒、若菜処刑で終了です。
こういう普通の編成だと、議論情報がない分難しいです。正直運任せでやっている部分も多分にあります。タツオクロを出している湯船が破綻。湯船を処刑して襲撃を見る。ノリとかチェルシー、どっちが人狼か。ノリとで正解。今までの占い師の三村と比べると、1回は処刑ミスができなくはない編成なので、幾分か楽です。整理をするとタツオが偽、タツオ目線占い師が自分を含め2人しかいない状況になっています。むちゃくちゃ迷っているピカクロス。RTA だから焦ってます。その結果、なぜか直木処刑、マジか。タツオが他2人の占い師から黒出しされて、わかりやすく破綻しています。人狼女子カミコ登場。カミコも可愛いよ。占い師3人かリュード3人の33の状況。どちらにも本物が2人いるので、グレーにタクを選択しました。直木に白が出ているので、若菜を処刑。湯船が襲撃されました。狂人がいない編成なので湯船の真が確定。湯船の判定からノリと真確定。ピオラットが狼になります。ノリトからタツオクロが出て終了。カミングアウトは2に、霊能者から処刑して襲撃を見ることに。なのになんで狩人出しちゃったんだろう。多分、2カミングアウトになって2ミニに期待したんだと思う。直木がチェルシー黒でセルフ破綻。村人に狼は1匹しか混ざっていません。タツオがセルフ破綻。直木は破綻しているので狼しかありえません。カミコ白なのでノリと狼です。占い白くカミングアウト。直木とカミコが霊能確定。よってその2人に黒を出している湯船と若菜が破綻です。さらに、狂人がいない編成なので若菜に丸を出しているピオラットも破綻。人狼が全員見つかりました。若干時間かかってるのは最終確認をしているためだと思います。はよしろ。あとは順繰りに処刑するだけです。狂人の大切さがわかる村でしたね。主人公アリスの海の親、エデン登場。これで10人フルメンバーです。占い師2人、霊能者2人の2に、村人の中に人材が2人混じっている状況です。非常に迷っています。情報量が少ないので厳しいです。今回はノリトの黒出し先であるカミコを処刑します。ここで痛恨のミス、占い先指定をし忘れエデン占いをしてしまいました。エデンの判定より村人に色をつけるべきでした。エデンが狂人でも、偶数のためパワープレイは発生しません。よって村人の中にいる人狼を2回処刑しないといけないゲームになりました。あ、負けました。負けた場合はセーブしたところからやり直しです。だいたい1分ほどのロスです。今回はグレーから処刑、占われていない人から処刑します。直木襲撃からピオラットは白。よって若菜が狼か、狂人で湯船が狼ですね。まあ安全は若、湯船処刑会。続いたのでよかったです。湯船黒から若菜破綻です。ノリと襲撃からエデンしか狼がいません。終盤のオール占い村です。占い師9人は圧巻。正直混乱しますが、大事なのは、新占い師が5人いる、という編成です。一番偽物が多く判明している占い師の視点から整理して、その占い目線、5人の組み合わせが成立するかを考えます。今回はピオラット目線が一番偽物が判明しており、かつ整理を進めると5人の組み合わせが成立しませんでした。よってピオラット処刑をします。
またタウマに処刑をしてますが、襲撃された占い師の黒から処刑をしています。勝利、一発で抜けたのは大きい。狂人が二人います。地味に厄介です。霊能者のカミングアウトによりタツオの狩人が確定。よってタツオに黒を出している神子が破綻します。タツオの護衛先を確認。チェルシーで護衛成功なので昨日のピオラット黒が合っています。湯船が神子に白を出していますが、霊能二人が神子黒を出しています。湯船は本物が確定しているので神子黒を出した霊能を処刑します。殺人の2回護衛成功。さあゲームも佳境です。絶対狼が出てきました。絶対狼の能力は2つ、ファストキルとラストキルドです。要するに初日朝に1人襲撃することができ、他の人狼が生きていると処刑しても死にません。とりあえず絶対狼が入る編成では役掛けありで、絶対狼以外の人狼を全員処刑してから絶対狼を処刑すると覚えておきましょう。今回は編成上村人は1人なので、チェルシーかノリト、湯船の判定からノリトを処刑します。ピカクロスはここで血迷ってピオラットを処刑します。襲撃されていないカリウドは偽だという論法ですが、そもそも貴様タツオに護衛指示入れていただろ。納期のタツオ黒でセルフ破綻です。夜が来たので湯船神です。この村で企画ロスは相当点取ってます。落ち着いて整理すると湯船が破綻してますが、なぜかタツオを処刑してしまいます。 RTA でも焦ってはいけないといういい例ですね。はい、負け。10秒ほどのロスです。気を取り直して再開。編成では霊能が1人に対し3カミングアウトなので霊能から処刑します。直樹が若菜に白を出しているのでそれ以外からですね。護衛成功からタツオは本物確定。護衛先はチェルシー。今回は狂人はいないのでチェルシーも新確定です。そのチェルシーからノリと黒が出たので処刑します。チェルシーから直樹黒が出たので処刑します。発信の2回護衛成功。タツオが優秀。さあ最終戦です。編成もオールスターという感じ。チェルシーが早速破綻。残りの判定からも湯船白ですね。チェルシー処刑でいいですが、なぜか直樹から処刑してます。ピオラット襲撃。ここでチェルシーの破綻に気づいています。チェルシー処刑をします。いいタイムなので相当焦ってますね。そのせいでグダグダです。裏の判定から人狼はもういません。安心してリゾートを処刑します。エンドの表示でタイマーストップのため、ここはかっ飛ばします。クリックゲー。小ネタですが、絶対的人狼の初期版ではゲーム中、直樹のリトのシーンは一切ありません。個人的にはこの後ではとても良いと思います。タイマーストップ、時間は13分 19.68 秒。ミスが多いですが悪くないタイムです。さて、完走した感想ですが、全般的に運が味方していた。二択も勝利して、絶対狼は狂人を連続で襲撃している。かなり運が味方していました。ただ素早く盤面整理して破綻に気づけるかは疑問です。正しく破綻に気づくことの大切さは、今回のミスからもわかるかと思います。普通に遊ぶ上でも、絶対的人狼は、盤面整理や視点整理を学ぶのにとても良いゲームと思います。PC のフリーゲームですのでぜひ遊んでみてください。ご視聴ありがとうございました。それでは。